NHK をぶっ壊す。まあ、NHK という法人が刑事告発を受理されたということで、この後捜査が入ります。まあ、この捜査どういう形で進んでいくのかは我々も教えてもらうことができませんが、おそらく、どっかの段階で書類送検、あるいは身柄も抑えられるかもしれません。誰がやったのかっていうのが分かりません。少なくとも犯人は 4つになります。1つはこの業者に委託をした人物になりますね。 NHK の担当者がですね、ポスティング会社にお願いをしたとか、委託の罪ですね。でそれを受けた受託の罪ということ で、両罰規定があるので、90条でそれをやらせた会社の代表者ということで、被疑者としてですね、 NHK の前田会長が現在も被疑者と呼んでも問題ないというか、もう間違いなくそれ受理されていますので、報道機関の方はそれぜひとも事件番号1444というところで警視庁の方に問い合わせをいただければ、間違いなく NHK の郵便事業の独占を乱す罪ということで、NHK が刑事告発をされている、被疑者になっていることがお分かりいただけると思います。この先誰が誰に発注したということや、誰が送達したのか、そういったところの捜査が進むと思いますし、NHK もこれに関してはもうですね、さすがにお手上げというか、ちょっと自ら自白しだしましたので、捜査には協力するのではないかと思います。ただですね、ちょっと悪質なのは、我々12月の6日の国会でですね、 NHK のやってることがこの郵便法違反じゃないかという指摘をしたところ、総務大臣がですね、松本さんね、民主党の松本さんは、これは郵便法違反じゃない、このように明確に言っております。ただこれは言葉で、NHK からの情報を聞いている限りでは郵便法違反でないと言っていますので、NHK が総務大臣を騙したではないかと思います。我々ちょっとお名前は言いませんが、自民党のある方にお願いをして、松本総務大臣騙されてますよということ翌日国会で NHK に騙されていたので、翌日の朝には自民党の方にお伝えをしたところ、これは確かに危ないという判断で、総務省も NHK に再度ヒアリングをした結果、 NHK が自白したものと思われます。いずれにしても、もう NHK 自身も郵便法違反をしたということで認めている事件でございますので、NHK は何を土地狂っているのか、法律を知らないのか分かりませんが、お詫びをして再発防止に努めますとこう言ってますけども、これは刑事事件です。しかも3年以下という結構重い罪ですので、まずは事件の全体の解明、捜査機関に捜査を依頼して解明に努めなければいけないですね。これは前田会長が誰がやったかっていうのは多分調べられないと思いますので、まさに捜査権がある、警視庁がこれを受理して動いていますので、本来このような犯罪の嫌疑がかかっていて、もう自らも NHK 自らもですね、その犯罪について認めることをしているわけですから、少なくとも会長や役員が皆さんの前に、メディアの前に出てきてですね、謝罪や説明するべきものだと私も考えますけども、 NHK は今のところそういったことも文章のみでお詫びをしている状態であります。メディア各位の皆様は次の NHK の会長会見のところら辺でも追及いただければと思いますが、ちょっと余談ですが、 NHK の会長会見って皆さん見たことないですよね。多くの人はこれカメラ入れないからです。全部言葉だけなんですね。これが NHK という組織である。ちょっと驚きでしょ。会長映像出てこないでしょ。これは記者の人を集めて口頭でやってるだけなんですよ。資料配る、だからもう謝罪するな、もちろんここにお越しの方で入れる人っていうのは記者クラブに加盟されてる方なので、もちろん一般の方もそうだし、スポーツ紙の記者も入れないところが多いです。で、何か紅白の PR してほしい時だけスポーツ紙の記者とか入れるんですけどね、それが NHK というところだというところですね。僕もこの刑事事件受理されて非常に残念というか、予想はしてましたけども、NHK の記者の人が不倫をしたりとか、記者とかアナウンサーとかが、そうするとメディアがすごく騒ぐんですよね。 YouTuber の方もね、昼間から高級ホテルで女の子と、部下の女の子とセックスしてるとかっていうのは好きなんですけど、これ犯罪じゃないんですけど、このような大きな犯罪もなかなかメディア取り上げないし、これはもう僕は民度の問題だ、国民の皆さんがあまりこういうこと関心がないからだと思うんですけども、いずれにしても我々はそういう観点でちょっと次行くと、今政治家女子48党っていうのを展開をしていっております。伊勢松の問題の告発についてですが、警察がですね、この後一件とかですね、きちんとした対応しないと問題だと、これだけの問題でしないのは問題だと思うんですけど、今までの裁判所とかの動きとか考えると、警察も MHK に対して対処しないということもあるのかなというふうにもちょっと思うと思いますが、立花さんはこの後警察がちゃんと対応するかとか、どういうふうに思っているか見解をお聞かせください。
はい、まあ、立件ということで言えば、ちょっと立件というのは法律用語じゃないんですけど、まあ、もうすでに着手している、事件番号が出るということは、これは書類送検は絶対されます、逆にそれをしないと警視庁が、もう逆に刑事訴訟法違反になるので、まあ、それはありえないということで、立件しないことはないですと、まあ、そうすると、起訴するか不起訴かっていうところになってくるかと思うんですけども、まあ、もちろん事件自体が警視庁本部で受けてるっていうこと。で、僕と対応してくれた人は警部さんなんですけど、警部さんが30分ぐらい抜けて、おそらく電話してる相手は警察庁だと思うんですけど、まあ、検事さんに確認して、まあ、告発状の要件は全部揃ってなかったんです。それは僕も理解していたんです。ただそれでも受理するかどうかっていうところら辺もあったので、まあ、そういう意味ではそこでもう受理するということだったの で件数も多いですから、まあ、もちろんその罪も重いんでね、3年以下なので、さすがにこれを不起訴処分にするっていうのは相当むしろ勇気がいるんじゃないかなと。要は検察審査会があるとね。で、別に僕の受けてるイメージなんですけど、検察や警察であるとか、まあ、今回お世話になった自民党の議員さんとか、さっきガーシーの件でお話しした議員さんとか自民党の議員さんも聞いてる、もう NHK を擁護するっていう人たちはまずいないんです。別に NHK だから特別扱いしようというよりも、むしろなんか NHK が腹が立つっていう人たちなので、僕はこれはさすがに起訴されると思いますね。罰金刑が一応あるので、罰金刑で略式でみたいな形になるのかな。 もちろん起訴されなければ、検察審査会の方に我々は異議申し立てをしようと思いますので、はい、今の要件が足りなかったのは何が足りなかった？はい、質問ですね。これね、僕容疑警察に電話したやつはそのままアップロードしてると思うんですけど、要はね、刑事告発というのはまず受けません。受けないようにしようとします。でそれは誰が悪いかって、警察が悪いんじゃなくて我々政治家が悪いんです。っていうのは、警察に対しての予算を相当抑えてるんですね。日本の警察官って全国で今30万人ぐらいなのかな、ちょっと20万か30万か忘れましたが、予算は相当削っています。だから当然証拠があって、法律の要件、いわゆる犯罪の構成要件を満たすものでも、やっぱり全部着手してるとすごい膨大な捜査量なんですよ。っていうのは、推定無罪で動くために1個でも事件をやりだしたら恐ろしいぐらい調べなきゃいけないんですよね。だからとにかく断ろうとするんです、検察の方は。で、告発があった時に要件を満たしていなければそれは拒否するっていうことになっているので、具体的には今回の郵便法違反でいつどういうものをどこに送ったかっていう、いわゆる 5W1H ですね。いつ誰がどこにどのようなものをどのような目的でっていう 5W1H が揃わないと基本的には受理してくれない。今回の件は NHK も自白してるんだけども、何年何月何日、まあ時効もあるので令和3年以降で、それを日を特定して、せめてはいつ頃ですよね、令和3年1月頃、NHK のからこういう郵便物がどこどこの誰々さんや港区六本木1-2-3の立花さんの家に投函されたっていう証拠をつけて告発しないと告発要件は満たさない。だから実際に僕もそこは知っていました。まあ、刑事事件見てもらったら本当分かります。僕の弁護所違反の時もそれやられました。僕が出したものが神奈川県のどこどこの誰々さんのお家に入りましたっていう事実をもとに弁護所違反が捜査されましたので、だからそういう具体的な犯行の 5W11 がないと受理できないっていう言い方をしてくるんですよ。で、僕はそこにかぶせたんですけどね、いやいや、もう事実をした以上は動かなきゃいけないって刑事訴訟はあるでしょうと。もうこれ NHK が自白してて総務省まで行政指導出してるものを、これこのまま受理しなければ僕警視庁出たらメディアに言いますよ、大変でしょっていう感じでちょっと圧をかけた、はい、まあ正当な圧をかけたんですけど、はい、まあ、そういう告発や告訴は受理しないことが優秀な警察官刑事さんの定義になるの でそれは我々予算をつけてないことなので、怒るんだったらちょっと我々政治家に怒ってほしいです。刑事さんを決してもう仕方がないので、ね、1個やってこっちもできないので、なんだろう、満員だから受けられませんとも言えないじゃないですか、警察は。だからそういう感じになります。